どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、モノクロ電車続きをやっていきたいと思います。前回バッドエンドに到達してしまったので、グッドエンドを目指して、おそらくそうだろうというのを、ね、やってみたいと思います。多分戦闘車両に行けってことだと思うんですよね。今までのヒント的にこれだよね。戦闘に進みたくば繰り返せ繰り返せって。とりあえず送ってもらうか。で、まあいけないね。なんか違う。繰り返せってあれかな、何度もやってみろってことかな。まあ何度か調べたら何か、あ、やっぱそっか、何度か調べたら何か起きるって、ナイト&ベイビーとか結構いろんなゲームでありますからね。あー、でも同じような場所だな。なんか書いてあるの？書いてはないのか。なんだ、あ、あの玉か。そういえば電車を終点に行かせるのが目的だもんね。そしたら化け物みたいになっちゃってる人たちも助けられるって話だもんね。まあ運転席には行けないよね。まあそうだよね。これを紳士に渡して、それで全員助けたことになるはずだ。一応セーブだけするか。ただこれが最後のところなんですよね。お久しぶりです。あ、同じ電車に乗ってた人たちなのか。あ、あなたが運転手さんか。そうだよな、事故だよな、これはただの。じゃあ今までの人たち全員そうなのか。最後尾だから助かったって言い方したから、最後尾じゃなかったところのほぼ助からなかったかもしれないからな。まあ責任は感じるでしょうけど、それは背負わなくていい責任ですからね。ああ、なるほどね。都市伝説になってたのか、実際に都市伝説として広まっていたのか、それとも清太郎の記憶とかにしかなかったのか、そういうのと関係なく本当にこの電車が存在してるのかは分からんけど、ただでもこの電車はその3年前の事故の結果生まれたものなのか。
まあ生きてますからね、まだ清太郎は。あれか、泥みたいな感じだっていうのも土砂崩れだからか。またページだ。これで全員助けたぞ。この人も犠牲者の一人だったんだな。一人っていうか複数人なんだろうけど。あっくんの車両の方が先だったっけか。まあいいや、回復できないや。多分こっちの方が先だよな。さて、こっから戻ってだな。そうか、よくできてるな。あ、お金の材料ここだったか。まあいいや。あ、そっか、そこのドアに最初いたんだもんな、あいつは。よくできてるなぁ。またこの治安の悪いところを通んなきゃいけないのがあれですが、まあ、ラスボス的な、ラスボスっちゃラスボスだけど、あれも結局この事故の犠牲者の塊ってことだもんな。これはどちらかっていうと、あれなんだろうな、事故に遭って死んだ人のうち生存者に対して負の感情を抱いてる人の塊ってことなんだろうな、この清太郎の友達とは
限らないっていうか、友達は多分別のやつなんだろうな。くっそ、またさ。なんかあれだな、死なんでいいところで死ぬんだよな毎回。盛り上がってまいりましたってところで死んでるな。何度も何度もすいませんね、衝撃何度もぶっかけることになって。あれが残っちゃった、あのビックリマークみたいな。まあいいや。こっちなのか。あれ、置物かわ壊れてないね、これ。やっぱ全然違う人だよね、あの泥の塊たちとは。まあ、負の感情だけじゃないってことか。そんなトラウマで夢を諦めるっていうのはなかなかに清太郎自身にもダメージがでかいだろうからな。都市伝説も実在するのか。じゃあ本当にあの自己由来の都市伝説なのかもしれんな。まあ、言霊って言いますしね。
まあ、あっくんとかもそうですけど、聖太郎以外にも生きてるけどあの電車に乗ってる人は実際にいるんでしょうね。やっぱ聖太郎自身の心も関係あるのか。まあそうなると聖太郎だけでもないんだろうな。生存者聖太郎一人とは限らんからな。他の生存者の感情とか遺族の感情とかも影響してんじゃないの、さすがに。それは陽一が勝手に見に行ったんじゃないの？まあそれはそうだよね。それはそうだ。諦めるなってことか。まあ、それはそれで呪いな気がするけどな。切符だ。常用。これ大丈夫なんだろうか。両方必要だったのか。
あっくんかな。これでグッドエンドかな。あ、エンドロールですね。はい、ということで、積みゲーをまた一本崩しましたということで、お付き合いいただきありがとうございました。まずは、次の積みゲーにね、どんどん取り上がっていきたいと思いますのでね、よろしかったらまたお付き合いください。いやー、なかなかよくできたゲームだった。そしてまだエピログがあるか。はい、ということでね、ここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。